知識と記憶を持ち歩くデイファイラー。セイコーインシツルのデイファイラーは静電式タッチパネル、手書き入力機能、フレキシブルサーチ、ドキュメントリーダー、ライター、無線 LAN、 パソコンで使えるパソラマプラスなどを搭載して、これまでにない新しい電子辞書を実現しました。電子辞書では初めてスマートフォン感覚で使える静電式タッチパネルを採用。ピンチイン、ピンチアウトで文字の大きさを調節。検索結果の表示領域も自在にコントロール。また、全画面表示の中で調べたい言葉をタッチして、該当するコンテンツの一覧へジャンプするジャンプ機能は、他の辞書で簡単に調べることができます。補助メニューは、画面下の矢印の部分を引き上げて表示。例文解説、訳表示切り替え、ツイン検索などを設定することが可能です。ツイン検索は、同一画面内で2つのコンテンツを同時に表示。目的の単語を2つのコンテンツで引き比べたいときに便利です。タッチパネルなら、これまで画数や部首などから調べていた複雑な漢字などを、手書き入力機能を使って調べることができます。入力方法を選択し、一画書き進めるごとに見出し語漢字の候補が表示。拡大や縮小を行っても文字の形が崩れないスケーラブルフォントを採用しています。入力エリアは通常の入力パネルと画面全体に書き込める全画面書き込みモードに切り替えが可能。さらに書き込みモードを続け書きモードに変更すれば、文字数の多い見出し語を検索することもできます。フレキシブルサーチは、収録コンテンツの検索順を自由に変更したり、使わない辞書を検索対象外に設定し、知りたい結果を上位に表示させて効率よく調べることができる機能です。英和、和英大辞典のみから調べたい、英英辞典を優先に検索をしたいなど、用途に応じてカスタマイズできる機能です。ドキュメントリーダーを使えば、パソコンから転送されたドキュメントやインターネットからダウンロードされた電子書籍をはじめ、ワード、エクセル、パワーポイントなどのドキュメントを読むことができます。保存されたドキュメントはファイル名で検索できるのはもちろん、文書中に含まれたテキストまでを検索します。簡単なメモなどを作れるドキュメントライターには、スマートフォンで人気の手書きアプリ、セブンノーツ with マゼックティーを搭載。日本語入力システム、ATOC との連携により、キーボードでの文字入力はもちろん、手書きで書きながらテキストに変換するながら変換や、簡単な図やイラストの手書き入力など、手軽にドキュメントの作成、保存が可能。会議の合間のメモや、気になるフレーズを書き残すときに便利な機能です。無線 LAN 環境があれば、インターネットに接続し、ブラウザを使った検索も可能です。本体に収録されている辞書にプラスして、ウェブサイトからも情報を集めることができます。さらに、ウェブサイト上のテキストをボタン一つで共有、自動的にドキュメントライターに貼り付け、文書として保存。ジャンプ機能を使って本体に収録されている辞書で調べることも可能です。PC 検索モードパソラマプラスは、
お手持ちのパソコンに USB ケーブルで接続して、電子辞書本体に収録されている辞書をパソコン上で使える機能です。豊富なビジネス例文も日本語から検索が可能。そのままコピーして文書に貼り付け、参考文献として引用することもでき便利です。ミニ辞書モードにすれば、他の作業の妨げにならないようにコンパクトに表示。クリップボード検索を有効にし、調べたい語句をコピーするだけで自動的に検索結果を表示します。収録されている辞書の中にない言葉や最新の用語を調べるのに便利なインターネット検索。ワンボタンでヤフーや辞書サイトへ自動的にジャンプします。機能、操作性、デザイン、すべてが新しくなったセイコーインシツルの電子辞書。知る喜び、調べる楽しさをさらに広げるデイファイラー。